皆さん、アイディーン、トロンボニストの相澤拓人です。今回の動画は皆さんに重大なお知らせがあり、一眼レフカメラを使って撮影させていただいております。はい、ということで従来のお知らせとは何かと思われている方も多いと思いますので、早速本題の方に入らせていただきたいと思います。題してトロンボニスト相澤拓人神湯エンタープライズに所属決定。皆さん温かい拍手をありがとうございます。ということでですね、神湯エンタープライズの所属アーティストとして自分も所属させていただけることになりました。というのもですね、自分のツイッターの DM の方で事務所の、スカウトの担当の方がいらっしゃるんですけど、その方から直接ご連絡をいただきまして、事務所のその主に受け持っているお仕事とか、内容とかいろいろ説明していただきつつ、ぜひ事務所の、所属アーティストとして登録して所属してみませんかというご連絡をいただきまして、自分としても、ぜひ自分でお力になれるようでしたら、ぜひ所属させてくださいということで、正式に所属させていただけることになりました。はい、ということでですね、本日は2回目だったんですけど、事務所の方にもお邪魔させていただきまして、正式に、所属という形を取らせていただき、アーシャの撮影もさせていただきました。なので、事務所のお仕事としては、役者のお仕事や広告モデルのお仕事や時折音楽関係のお仕事などもあるようなので、これからマルチアーティストとしての形も築き上げて、輝いていくという新たな目標や夢も、できましたので、そういった形で改めて頑張っていきたいと思います。ですが、自分はミュージシャンとしてのお仕事や顔がメインなので、これがもう引き続き、普通に、自分の、SNS 関係の、DM や、連絡先を知っている方は LINE などでご連絡いただければ、引き続き対応させていただきますので、これからもぜひよろしくお願いします。そして、この動画をご視聴いただいている皆さんも、引き続き今まで通り、そして今まで以上に、ぜひ仲良くさせていただければと僕も思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。どこかの現場で、お仕事ご一緒になったりしたら、ぜひよろしくお願いいたします。最後にですね、トータル的なことではあるんですけれども、自分の夢としては、やっぱりオンリーワンのトロンボニストになって輝くことなので、そのためにも、新たに、マルチアーティストとしての形を築き上げつつ、その先のさらなる夢として、真のナンバーワンのトロンボニストになるというのも実は今の夢でもありますので、そのためにもこれからも頑張っていきたいと思います。なので皆さん、これからも、ぜひ一緒に楽しんでいきましょう。引き続き、自分のオリジナル曲の MV や、演奏動画など、ご視聴いただきながら、ぜひお楽しみいただければと思います。ここまでご視聴くださりありがとうございました。これからはですね、ソロでのライブ配信での演奏なども計画しておりますので、ぜひお楽しみにしていただけましたらと思います。それではさよなら、またねー。